はい、ゴッドオブウォー3やっていきます。続きからです。なんか前回裁きを受けよう的な感じだったので、裁きを受けていきたいと思います。すっごく嫌ですけど。なんで多分下の方に行けばいいのかな。よし、前回からね間が空きすぎてて、ちょっと何をやってたか全然覚えてないんですけど、まあ一旦やっていきましょう。多分やってたら思い出すでしょう。はい、試練1、罪人。地上界から落ちた者は恐怖に怯え、己の罪から逃れられない。は、運命に束縛されている迷える魂とどれを全て倒せ。まあ要するに戦いですね。いきまーす、殺しまーす。死ね。よいしょ。よし、終わったかな。次、試練2、迷える魂。永遠に呪われる運命だというのに、なぜゆえに冥界の罪は、冥界の罪ある魂は救いを求め続けるのか。言葉が難しいです。ハデス軍団へ転生する前に徘徊する魂を倒せ。ハデス軍団。はあ、さっきのあれかな、ゾンビの、ね、ゾンビが出てきたな。うおー、変身してミノタウルスになった。よいしょ、痛い。うわー、タックルからの突き上げ、痛いです。やだ、危ない、痛い。ちょっと攻撃モーションが分かりません。痛いって。てめえ、よくもやってくれたな。いくぜ、丸連打いきます。すいいや痛すぎ。おお、なんだ、ミノタウルスを刺す。ミノタウルスを刺して殺せば必ず体力応募がもらえるんですか。はあ、あれだね。じゃあ体力減ってる時はゴリゴリやってた方がいいな。俺から、さあ次の試練かな、多分そうだよ。試練3、選ばれし者。エリシオンの門をくぐるには忍耐と強さ以上のものが求められる。前に出て審判に挑む己の価値を証明せよ。全てを破壊しろ。己の価値は破壊してこそ証明されると。かしこまりました、やってやります。ほら、お前の頭よこせ。一体起動装置だよね。あ、違う、これは魔法、間違えましたあの一匹になんか特大魔法使っちゃったよ。なんか真ん中にありそうだね。ん、なんかこっちに行けって言うけど、こっちにも行けるね。行ってみようか。真ん中はなんだ。ゴルゴンの目。ゴルゴンの目を3個手に入れた。生贄が受け入れられた。は、体力増加。どうぞ、これが生贄です。ちょっと増えたね。美味しい経験値。1811。ん、なんか、上げられるかな？多分7000ぐらいあったよね。まだ多分上げられないね。あとオーブ7000個。アポロの弓矢があと2500か。ブレイズオブエグゼル待ちたいな。スプリットオブヘラクレス見たいしね。待ちます。7500貯めます。ボタンか、これ。おー、すごい仕掛け。はの命により我らが裁きの神となった。はあ、これがお前の最後の裁きとなる。俺の最後の、はい。アエアコス王によればお前にも不足がある。不足、ラダマンティス王はお前は立派だと。ああ、ありがとうございます。つまり私ミノス王に最後の判断がかかっている。どなたがミノス？真ん中の方かな？あなたですね。お前の未来は影に覆われている。死後の世界はまだお前には見えない。はあ、はあははあ、あの扉を開ければ運命が決まる。あの扉を開ければ、ちょっとまあ行きます、走っていきます。なんか不足って言われたんですけど、一人は立派だって言ってくれたけど、ちょっと魔法が減ってるから魔法開けますかね。魔法開けます、行きます。よいしょ、くぐりまーす。おお、勢いよく、はい。なんかモヤモヤしてね。なんだろうこれ、何かがあるわけではない。はあ、こっちにも何かある。何でしょう。裁きの三神、ミノス王、アエアコス王、ラダマンティス王が冥界、あー読めなかった。認められたものだけ楽園エリシオンへ行ける。はあ、天国みたいなもんだな、エリシオン。アエアコス王、気に入ったわ。アエアコス、最初の3文字ずっと口開いてんぞ。いや、喋るときはずっと口開いてるから。おお、またここも
もやもやしてる。なんだろうな。何かが後でできるんでしょうか。ん？ああ、入っちゃった。うわ、なんか、そのまま住んだら入っちゃったよ。あ、俺さっきの入り口と逆側に来たのか。そうだよね、多分この、あれあったしね。宝箱。ミノタウルスの角。次、アイテムゲージですね。あれは、若い魂に若いなんてあるんだ。火が燃え、人々が泣き叫び、私を怯えた。なぜ父親を守ってくれなかったのか。裁きの最初の心地いいエリシオンへ行けというか、私は家族のことでした。エリシオン行ってくださいね。行けるんだったら。ガチャン。多分そうだよね。さっきの逆に来たんだよね。そうだね。行きまーす。先へ。行きます。宝箱を開けます。いいね。こんなにいっぱい宝箱。お、なんか、歌声が聞こえる。いや、綺麗な歌声が。あー、途切れちゃった。お父様？カリオペか。カリオペ？あ、自分の娘じゃね？あら。私の娘ではないな。ああ、違ったんだ。ええ、でもあなたを知ってるわ。どういうことだ？みんなあなたが来るって。あ、有名人。おもちゃ遊びか、プレイヤー。この声はハデス。ハデス、俺も貴様の罠か。またか、スパルタの戦士よ。お前は大きな間違いをしている。顔を出せ、腰抜け。まあ、焦るな、クレイトス。落ち着いて。すぐに私と遊べる時間が来る。殺してるからな。待って、音がない。なんかボス戦じゃん、絶対。やだ。音がないの、やだな。不気味なんか。絶対君動くやん。通ったら。動かないでね。動いちゃダメだよ。あ、動くなった。君が？君だろ。君だよね、多分。動くの。うわぁ、奥でしたか。あー、君もでしたか。さあ、手前も動きました。貴様の子供も終わりはない。はい。終わりにしないでください。君たちが拷問される番です。よいしょ。ハンマーもらいますよ。よいしょ。頭。頭べっこべこだったよ、今。頭蓋骨が。いや、痛い。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。ハンマー。よし。うわー、君たちも出てくるんだ。お呼びじゃないです。どいてください。で、一番手前の子も動くんだね、最終的に。危ないです。よいしょ。死ね。うら。うん。よいしょ。三角。パワー。パワーこそパワー。タルタロスの底。あ、上がタルタロスなんだ。見渡す限り廃墟と化した焼け野原が続く。はい。あ、違う、ここがタルタロスの底なんだ。本当に焼けてんな。マグマと石しかないや。さあ、次のところへ。底抜けちゃってますね。リフォームしましょう。おお、危ねえ。これは真下に落ちたら死ぬやつかな。ちょっと興味はあるけど怖いので行きまーす。さあ、下、ジュッ。はい。こっちは降りて良さそうだね。降ります。すい。おお、なんかいきなり画面が変わったって、なんか奥にいる。奥にいるよ。怖いよ。でかいよ。やつか。やつを殺すのか。行くぜ。いや、でかいな。でかいな。君、マグマ使ってるけど大丈夫？熱くないの？そして裸だね。ほっといてくれ。頼む。そのでかい図体なのに。落ち着けてんの、鍛冶屋。鍛冶屋ってことは、あれか、ヘファエストスか。あ、そうだね。ヘファエストスですね。あんただったか。こりゃ、ちょっと顔が。特に顔があんま近づけないでほしいな。お前は青カビが生えてる。洞窟から出てると思っていたぞ。ゼウスにここに閉じ込められたが。超臭そう。はお前、やめて、顔近づけないで気持ち悪い。私を恨むとか言うのは良くないんですけどね。私が狼はただ一人だけだ。そうか、一人だけなら問題ないがな。汚いなって。
さすが鍛冶屋。オリュンポスの成果を探して、オリュンポスの成果知っているか。何のために探してる。選んだ目的のためだ。さあ答えろ、成果のこと。オリュンポスの真の子供は皆知ってる。皆成果の力を崇めてる、はあ、あの輝きに引き込まれないように。結構危ないもんなんだね。人間はもちろん神とて触れれば死んじまう。成果のありかを知りたい。麻薬みたいな、ガンジャ。冥界から出る道を見つければオリンポスの成果へ続く道も見つけられるだろうよ。うん、ありがたい助言感謝する、ヘファエストス。ありがとう助言ヘファエストス。おお、なんかピュッて動くね、ピュッ。おお、なんか指輪からビリビリ出るんだね。何するんですか。あ、あれがなんか研ぎ石的なもんなんだね。あ、セーブポイントある。どのぐらいやったっけな。まあ一旦ここで終わりにしますか。じゃあ次はなんかヘファエストスが助言してくれたのかしてくれてないのかよくわかんないけど、まあ行ってみようと思います。ということでお疲れ様でした。バイバイ。